早稲田先生のことは動かないよね。動かないよ。同じだよね。ちょっともうやられないのか。いや、もう口聞こえねえからしな。ただもぐもぐとやってくれ。わかんねえから教えてくださいって言ったら教えてくれない。自分で考えるんだよ。あの、技とかは、うん、最初やってくれるよ、1回は。1回はやってくれて、あとはやんないよ。あとはもう、自分でこう考えて一生懸命。こうやってやるのかな、ああやってやるのかなって。戸惑ったりとかしても教えてくれないんです。なんとも言わないけど、まあね、教えてくんないよ。間違ってやったって教えてくんないよ。そこは違うなと言わないから。多分いろいろな人出てくるよ、ね。だからね、間違えて技がないんだからしゃんべよ。間違えば別な技になっちゃうんだから。斉藤先生は朝稽古とかは斉藤先生もほら、基礎、勤めおいで宇治さ帰って。で、俺も斉藤先生と一緒に行くわけだから。で、斉藤先生は宇治さ行って、飯食ってくるし、俺はそのまま道場さ行くよ。時々斉藤先生来ないんだよな、そう思って。こんな二人きりでしょ。二人じゃないよ、先生と二人きりでは。あ、先生と二人きりは。座りだから、畳二畳ぐらい水平で座りだから。板の間だったから、あの頃は。畳はこう、へりで重なってんだよ、ずっと。畳に逃げられたとか。だから、あの、山の道場、もうこのアニメでピカピカ光ってんだよ。うん。造形がかけた。ああ、みんなで、そうっすよね、稽古してたの。畳こういう辺でこう、ヘリでこう重なってんだよ。畳ぶつかない。あの頃、畳なんか、あれでしょ、切れたら直せないんですよ。だから畳ですね。だからもう、板の間で。でもこの2畳で、やったら上手くなるでしょうね。自然もんで、大先生と一緒だから、もう一人きり、二人でやんなから大変だよね。一時間早く終わんねえかと思って、一生懸命やってるわけで。容易だねえからな。夫婦しちゃうもんだって、二人きりでやってたから。大先生、はい、はいってこうやってるし、こっちやったって、おい、やったっていいぐらいやったって動かないしさ。すっげえ地獄。すごいよな。で、教えてくれないんでしょ。それよりも。最初はこうやって、こうやってやってくれるんだよな、ね。で、入って。で、今度は大先生やってくれるよって言って、動かないしな。楽しくねえよな。いや、楽しいとこだねえよ。どうしたらいいかと思って、早く追いにかと思って、それが時間ばかり気にしてるよ。だから1時間も長かっただな、入ったけど。だから、今じゃ大先生に教わった人はあんまりいなくなってたよな。本当に教わった人ってのがいないんですよね。マンツーマンだからいない。俺本当にあれだもんな。斉藤先生切れたけど、二人切れたっぺ大先生だ。斉藤先生骨にラップドンって、斉藤先生切ればいいからか違うんだよな。大先生と二人切れたらもうどうしようもねえもんね。びくともしてねえんだもん、やったって。で、はい、こうやってやんだよってこう。導いてくれるんだけどな、ね、ああ、一応導いてくれるんだ、こうやってだけど、最後までいけないもんな。最後まではさせないんですね。当然もいけない、だからこうやって、こうずっと導いてこうやって、はい、で、はい、こっち側で、はい、そうああ。そうすると、俺は手が最後までピシピシ押さえられちゃうべ、うんうん、フフしちゃってあ、いくらか道は教えてくれるんだけど、最後までは絶対押さえさせない。最後までやんないで、こういうのをやることをこう教えてくれるわけ。そうだってね、なかなか動かないからね、先生。たまにあの、ひげなんか使っちゃうとやんないな、もう痛いな、これ。白ひげ、あの子の伸ばしたから。だからこうなんか、のぞりかけて、ずっと使っちゃうとやんないな。もう痛いな、ここは、なんて。三枚あるから。射的を何いたしましょう。はい。